下関単独242人、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。3月8日火曜日、はい、まあね、下関に衝撃がね走りましたね。なんと、山口県じゃないですよ、下関単独で、コロナ感染者数が本日242人出ましたということで、一瞬ね、あのツイッターでね、初めね、見かけて、ある方のねツイートで、お昼のニュースかなんかでやってたんですかね、弁当売りながらパッと見て、目に入ったんですけれどもね、驚きましたね。全国的にちょっと落ちてきてる中で下関だけ振り切りましたね。はい、これを受けて、市内のね、小学校、全てをね臨時休校に、11日の金曜日から日曜日まで3日間なるみたいな感じらしいんですよね。まあ確かにね、本当はあちらこちらでね、子供さん、学校でね、コロナ出ましたっていうね、で学級閉鎖やらね、出ましたっていうね話をよく耳にしておりましたけれども、子供のね感染率がもう異様に高いみたいなんですよね。はい、というわけで、下関ね、もう242人のね衝撃半端なかったですね。まあ、夜ね、暇でした。はい、まあ、そんな中ね、ロシアねウクライナの、まあ、今戦争状態ですけれども、まあ、そちらのね影響を受けて、なんとね、福岡のね明太子が 100% ロシア産で、制裁の影響で今後生産できなくなる可能性があるみたいなね、ニュースがやってたみたいなんですけれどもね、福岡でね明太子売ってなかったらどうするんやと。まああとね、まあ昨日の動画でもちょっと触れましたけれども、まあサーモンとかね、イクラ、カニとかね、まあ、今回のね、戦争によって手に、まあ、入手できなくなるというかね、入ってこなくなる、商品製品がね、多数出てきてますけれども、まあ、だいぶね、あの日本のね、あの食文化にも影響があるなというのをね、改めて、思いましたという感じですね。はい。で、今日ね、お昼はですね、16個売れて、唐揚げ1個売れて、まあ、1万超えてきましたよと。で、まあ、夜はね、まあ、こういう状況ですからね、まあ、暇でしたけれども、まあ、そんな中でもね、ご来店、常連さんいただきまして、まあ、昼夜合わせて、まあ、暇でしたと、ね、いう感じでございました。はい、3月もね、前半戦ねもうすぐ終わろうとしておりますけれどもね、まあマンボウがね明けましたけれども、相変わらずね、あの低迷低空ね、ぐーっと地を這いつくばっておりますね。はい、まあそんなわけで、まだまだね、下関まさかのここへ来ての最高値というかね、最多人数感染者出ましたので、まあこれからね、まだまだ高止まりで行くんでしょうから、マンボウはね解除になったけれども、あのこの数字のね、あのインパクトっていうのはでかいですから、まあちょっと外にね出てくる人も少なくなるかなと。であと学校がね、休校になるということで、まあ週末もちょっとあんまり期待できないかなという感じですかね。はい、かなりねちょっと厳しい状態になってまいりましたと。で、まあちょうどね3月歓送迎会の時期ですけれども、まあ当然今のところ、そういう予約とかもね入ってないんで、まあ、コロナ始まってから、まあ3月ね、歓送迎会はあんまなかったと思いますので、まあ今年もなしかなというような感じ、プラス、まあ、マンボウが明けてね、ギリできそうかなって思ってた人も、あ、今回のでやめとこうかってなる可能性がね、高いなと、思いましたということで、まあ、まだまだ厳しいね、状態が続きますけれどもね。で、まあ、あとね、あの下関のね、まあ、飲食店等でね、まあ、この状況下でね、どっかね、儲かってるとこあるのかなとね、絶好調だぜっていうところをね、ちょっと教えてほしいなと。ちょっとね夢と希望がね欲しいのでね、この状況下でもね
バリバリ儲かってますよというね、いうそういう原材料費もね、高騰もね吸収して全然あの利益も出てますよっていうところね、どういうところあるのかなとね、ちょっと今、調べてみようかなと、思っとる次第でございます。あるんかな。まあ一見ね、入ってそうに見えるけれども、まあ、今回のね原材料、ロシア関係とか、まあ、コロナ関係であの原材料が爆上がりしてる材料を使ってるような業種だと入ってるけど、売っても売っても儲かんないみたいなねパターンもありますんで、純粋に、利益がねあの上がってる下関のね飲食外食産業を、知りたいなと思っております。はい、はい、というわけでね、まあ、今日はまあなんかねもう、もう一発ねドカーンと殴られたようなね衝撃の242人というね発表でございました。はい、まあちょっとねあの振り切りすぎててね、なんかもうポカーン状態でね、もうあんまり昨日一昨日ぐらいの方がねまだちょっとなんかもうちょっと打つ気味じゃないですけどね、シューンとなってましたけどね、まあちょっと振り切れてもう逆になんかまあこれで生き残れたらまあ大したもんやなと思ってるね、まあそういう生き残りゲーム的な感じのね遊んでやろうという感じでね、まあ楽しんでねこの状況を、苦しみながら楽しんで生き残ってやろうかなと思っておりますということでね、まさしくね本当に、サバイバルのね、予想を呈してまいりましたけれども、さあどうなるかなという感じですね。まあとりあえずね3月はまだその価格転嫁がね、進んでないところもありますので、まあ、4月にドカンとね全部上がるでしょうから、4月に入ってどの程度ね、ガラッとこの世界がね変わるのかなっていうのの待ちかなという感じですね。まあうちもまたちょっと、全体的に上げにはいけんなという感じですかね。この間10円上げさせていただきましたけど、もうまた10円かっていうね感じで、もう上げ方もねなんか難しいですよね。もう上げるのは上げるんでしょうけどね、どこも、はい、まあ、そんな感じですね。はい、というわけでね、ご予約の方もお待ちしております。デラ8323216199までお願いいたします。チャンネル登録の方が306人になりました。これねなんでかって言ったら、YouTube ショーツの方ね、ショート動画の方、 TikTok みたいなやつね、あれを、今まではね TikTok で作った動画をそのままダウンロードして、 TikTok の動画をダウンロードしてそれをそのままね YouTube の方に上げてたんですけれども、これだとですね著作権に引っかかる曲使ってたら、音が出ないアウトだったんですけれどもね、最近っていうか昨日かな、昨日ぐらいかな、そのね、YouTube ショーツと、インスタのリールの使い方を完全にマスターしまして、YouTube は YouTube で TikTok みたいにね曲を選んでその著作権になんでか知らんけど違反しないような感じでね使えるパターンらしいんですよね。なので、もうそのまま TikTok の、ままダウンロードしてそれをアップしちゃうと引っかかるんですけれども、ショーツで一回その原物っていうか大元の曲つけてない動画に改めて、YouTube ショーツで、曲をつけてやると使えるというね、この著作権って何なんかなってね思いながら、って言いながらね、って思いながら、この昨日かな、やってたんですけれども、それでね結構ねショーツは何ちゅうかなコメディ扱いになるのかな、多分ジャンルで言ったら。なのであの今までねこうやってこううだうだ話してるねあのトリマンチャンネルとは別枠のね、面白部門ができましたので、まあ、そっちの方をね、で結構伸びてるんだなと、意外と伸びてましたね。ショーツから、チャンネル登録していただくパターンがね結構ありますので、まあ、このままこのうだうだ話してるスタイルの需要はないかもしれないですけど、まあ、ショーツはショーツでねやっていこうかなと。1000人登録ね、3年ぐらいかかるかなと思ってたんですけれども、
何年かかったかな、丸今約1年半で300人超えてるんで、あと3年ぐらいやりゃ1000人登録いくだろうと思ってたんですけれどもね、これね、意外とね、その TikTok 用に作った動画を、Facebook ショーツでまた音付け直して、やるとですね、意外とね回るんですよね。TikTok 用に作った動画がね2000再生ぐらい、1000とか2000とかね平気で、回ってるので、あ、こっちの方がもしかしたらいけるのかなと思ってですね、これを、TikTok 用に動画作って、なおかつそれを、Facebook ショーツに、回してやると、まあ、その手間はねかかんないから、でそっちで、YouTube の方のねチャンネル登録数も稼ぐと、するとですね2馬力になるから、まあ、2馬力どころかその再生数ね回るのは、YouTube ショーツ TikTok 用に作ったね動画の方が回るんで、まあ、そこからね登録者が増えていくパターンの方が多いのかなと思って、ちょっとね昨日それに気づいてねちょっと革残業をねってやってみました。TikTok のねなで方動画ね今260万再生してるやつをそのままね、貼ったら別にそんな伸びなかったんですけれどもね、それもねちゃんと曲つけてやればよかったなとね、まあいろいろちょっと反省あるんですけれども、まあただねリールとインスタのリールとFacebook ショーツと TikTok を3つをね同時に、パンと同じ動画をね、まあちょっと多少作り直しますけれども曲つけ直さないといけないから、それをね、一斉に用意どんでねアップすると、平均値、3つね、SNS での評価を見て、あ、実際見られてないだけで動画的には悪くないなとかね、まあ、そういうのはなんとなく分かるようになりましたね。なので見てもらえさえすれば面白いねって言ってもらえるかなみたいなね、やつもありますので、まあ、その辺でなんか分析がね意外とできるなっていうのに気づきましたという感じですね。はい、というわけでね、ちょっと YouTube ショーツの、なんかね副産物みたいなのをね、ちょっと手応えがあったので、まあ TikTok ね、がまあメインですけれども、それをねそのままショーツに使ってね、まあリールはどう使っていいんかよくわからんけど、まあ、リールではなんかちょっとバズりやすいみたいな感じらしいんでね、そこから、登録者数をね、増やそうって言うんですけど、まあ、インスタはね写真がメインなね SNS ですけど、写真をメインにして使ってないので、リールで再生数稼いだとしても多分フォロワー増えないと思うんで、あんまりインスタ的にはあんまり使い道がないかなという感じですね。まあ、YouTube ショーツと TikTok が互換性があるなというぐらいですかね。TikTok を直接マネタイズできるのは、まあ、まあまだまだ先だと思いますけれども、難しいんですけれども、まあ、TikTok でね作った動画をそのままね YouTube ショーツに流すことによって、再生数も稼げるから、そこから登録者数が増えて1000人登録、まあ、YouTube はね登録者数は1000人超えたらもうあとは何人でも同じだっていうね、方もいらっしゃいますので、あ、確かにそうだなと、1000人超えればもう収益化できるんで、まあ、あとは、その後ねバズる動画をね作ればいいわけなんで、登録者数はまあ関係なくなってくるわけなんですよね、収益としてはですね。なので1000人さえ超えればあとはね別に何人いようが関係ないぐらいな感じで、あとは一本一本でどうバズるかと、それで、まあ、いわゆる1再生 0.1 円とかね、まあ、いろいろ言われておりますけれども、まあ、それで、どれだけねいけるかという感じなんでね、まあ、その YouTube で収益を稼ごうと思ったらそんな感じなのかなという感じですね。なので、YouTube ねこうやってフル長い動画で喋ってるのは、まあ、今まで通りねうだうだ、ね、私のストレス解消も兼ねてね、こう吐き出す動画、まあね日々のことを話していきますけれども、まあ、ショーツの方でもね、まあ、そうやってこっちはまあ普通のブログ、カテゴリーで言ったらブログみたいな感じですね、ブログ、
でショーツの方はコメディとかね、お笑いみたいな感じかな、そっちの方だと思いますので、まあね、コメディの方が、笑いの方がやっぱり稼ぎやすいんですね、やっぱ、うん、TikTok 見て、あの TikTok を始める時も、普通のね料理の動画とか作っても意味ねえなと思ったんで、もう笑いの方にね面白い動画を作ろうっていうのをね心がけて、なで方一本で今やっておりますけれども、うん、YouTube も結局そうなんだなと思いながらね、まあやってますと、まあそんな感じなのかなと、まあ改めて思いましたという感じですね。はいはい、まあ、というわけで、まあちょっとね、作り方分かったんで、まああとね、あの運用の方法も分かったんで、あの YouTube ショーツも、ね、TikTok 用に作った動画を焼き直しでね、まあ出していこうという方針に、しました。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。終わります。